今日発表されたこちらのメガネ、かけると、空中に映像が浮かんでいます。これは MR、複合現実という技術を利用したメガネ。現実世界に様々なバーチャル映像を組み合わせることができます。重さは88グラムと普通のメガネよりやや重い程度。 ケーブルをアンドロイドスマホに接続し、アプリを通じて操作します。将来的にはこんなことも。実際に配置して試してみることができます。ショッピングサイトの商品をまるで部屋にあるように映し出し、気に入ればそのまま買うことができるようになります。価格はおよそ5万円台半ば。 日本では来年の 5G 次世代通信企画の開始に合わせて発売する予定です。待ちが差なしであのすぐに反応することができるできますので、携帯電話でもまあ、重い作業ができますので、MR クラスが本格にの時代が始まるときは携帯電話時代を超えるもっとあの面白い世界になると思います。